第3試合はハッシュタグ同盟からハッシュタグ母の子宮。ウーウーウー。はい、そしてネオジェネ軍団からミステリオ。俺いつハッシュタグ同盟抜けたん？いや、だからミステリオ君自分で抜けたんじゃないですか。豊洲一緒に戦ったよ。いや、でもなんかその後なんか抜けますみたいな。ギャグですやん。うわー、まあ、今日はね、敵国なんで。誕生日おめでとう。ありがとう。ということで、楽しんでまいりましょう。今回このお二人が戦うビートはこちらです。ということで、先攻後攻決めるじゃんけんお願いします。ここで、ここでこんな無言なじゃんけん初めて見ましたということで、先攻ハッシュタグ母の子宮、後攻ミステリオ、ハッシュタグ、ハッシュタグ間違えた、8小節2ターン DJ 柳竹、レッツラーゴー。おい、今彼の前で元彼と会ったみてえな絡みしてんじゃねえぞ、てめえぶち殺すぞ。あ、ハッシュタグ外した裏切り者が、へ、浮気してクラミジアか、そんなやつにはマジで裏垢で悪口言いたくなるわな。は、シャープ外してもフラットになれない。いや、KT ちゃん、デートせんといてな、男のコート、俺たちは心の逃亡みたいな感じだぜ。浮気とかそんなんじゃねえ、俺たちは一生マブダチなんだよ。何回楽屋で一緒に買いたてのイルハスを交換庫したか、みんなが知らない裏側で俺と KT ちゃんのマネージャーは絆で結ばれてるんだ。えい、イロハス、こいつ今すぐ楽屋に移動さすからな、マジで。ああ、微動だにしねえ。お前のライブは硬いだけで気持ちよくない。あれ、なんか謎かけができそうだ。だけどブルマの前だからやめておこうかな。いや、とりあえずジェネシス、クリエイティビティ、感じのやつ5人集めて何が創生だ。Yo、 何がソーセージだ、知らねえ、お前は食っとけ、朝からソーセージとか言っとくで。 Yo、 まるでそう、シャウエッセー、俺が食らわす100レッツ券。 Yo、 ケイティちゃんのお父さん、お母さん、そしてマネージャーの Yo、 石田さん、そしてペコさん、そして柳さん、お客さん、今日はケイティちゃんの誕生日おめでとう、次の彼氏俺でどう。終了。ごめんなさい。ということで判定に回りたいと思います。先行ハッシュタグ母の子宮、高校ミステリオ、勝者ハッシュタグ母の子宮、ありがとうございます。いや、悔しいっすね。あ、悔しいですか。いや、ほんまフリーセールダンジョンのフォースステージで呂布さんに負けた時と同じぐらい悔しいです。はい、元彼、元彼黙れ。でも、あの、初めてあの東京で MC バトル優勝した時と同じぐらい KT ちゃんの誕生日嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。そう、テロ君もね、さっきあのプレゼントをね、くれたりして、あの母の子宮さんもプレゼントくれて、今日ね、みんななんかお誕生日ムードですごい祝ってくれて、すごい嬉しいです。ありがとうございます。あ、危ない、大事なやつということで、なんかその、ああ、はい、大丈夫ですか。あ、なんか捨て台詞残してった方がいいですか。あ、じゃあ捨て台詞何か一言あれば。まあ、僕梅田のペコちゃんとは違うんで、はい、なるほど、わかりました。楽屋で聞いたんですけど、はい、あの KT ちゃんのマネージャー、僕のこと女だと思ってたって本当ですか。そうそう、それなんですよね。あのなんかガチオファーだったそうそう、なんか今日ハッシュタグ同盟とネオジェネ軍団で、まあ、あの女の子 VS 男の子みたいな感じの構図になってる中に、謎にハッシュタグ同盟に母の子宮さんが入ってるっていう、あの女の子に見えたですかね、髪の毛の長さですかね、まあ、でも男女の垣根超えてますよね。何このコール&レスポンスみたいな、まあ、まだ時代が追いついてないんですいませんでしたね。そうですね、ありがとうございます、はい、誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。ナイスバトルでした。ということで、今度ブルマさんはどちらにあげましたか。私はミステリオさんにあげさせてもらって、はい、ちょっと最初母の子宮さんの下ネタがちょっときつすぎてそれで引いちゃってなるほどなるほど、なんかちょっと今日下ネタってイロハスだけに敏感なところがあるじゃないですか。なーい、いいこと言いますねなのでミステリオさんにあげました。はい、なるほど、まあ、テロー君もね、あの健全な感じで、まあ、私にめちゃめちゃアピールしてきてましたけど、まあ、私はね、まあ、テロー君はお友達
ですかね。